ナイル・ロジャースはアメリカの音楽プロデューサー、キタリストである、ニューヨーク州出身。幼少の頃よりジャズに親しみ、15歳の時にグリニッチ・ビレッジを拠点に音楽活動を開始する。アポロシアターでの音楽監督を経て、1977年に音楽仲間であったベーシスト、バーナード・エドワーズと共にファンクバンド、シックを結成。ここでは、 ソングライターやギタリストとして活躍し、洗練された楽曲と斬新で力強いリズムは評判を呼び、当時流星であったディスコの影響も受け、幅広い層から支持を受ける人気バンドとなった。1980年代からは、バーナードとコンビを組み、デボラ・ハリーをはじめとして、プロデューサーとしての活動を開始。メインプロデューサーを務めたマドンナのアルバム、Like a Virgin。 デビット・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスがそれぞれ世界中で大ヒットを記録し、以降、ダイアナ・ロス、デュラン・デュラン、ミック・ジャガー等、数々の大物アーティストを手掛け、1980年代の音楽シーンを席巻する名プロデューサーとなった。1992年には、シックの新作を発表、1996年には、日本で開催された、 JT スーパーサウンドのプロデューサーを務め、成功に導くも、来日していたバーナード・エドワーズが隠しするという悲劇に見舞われる。しかし、映画、ゲームのサウンドトラックや自社レーベルの立ち上げなど、裏方を中心に活動を続ける。2000年代には、グラミー賞の音楽監督を務め、近年では、旧友のオマー・ハキムを従え、シックを再結成。各地でツアーを行うなど、 精力的に活動している。2011年1月、ウェブサイトでガンの手術を受けたことを公表した。2013年にリリースされたダフトパンクのアルバム、ランダムアクセスメモリーズ9の3曲にギタリストとして参加し、ゲットラッキーやルーズ言わせるフットダンスのミュージックビデオにも出演している。カッティングを得意とし、性格で躍動感あふれるリズムと、 多彩なフレージングを特徴としている。ジャズの知識を活かし、3本や4本など少ない弦を使い、曲調に多彩な彩りを加えるコードボイシングは、様々なジャンルのミュージシャンに大きな影響を与えている。メインギターは、ストラトキャスター。このギターはその昔、当時のフェンダー社の修理工員が、自宅に持ち帰り組み上げたもので1959年製の、 ネックと少し黄みがかかった白にリフィニッシュした1960年製のボディのコンポーネント仕様。その後幾多のパーツ等をリプレイスメントしているが、第一線で活躍中である。一時期は東海楽器や ESP など日本製のギターを使用していたことでも知られる。19歳でミュージシャンとしてデビューする以前、過去に自身が差別にあった経験からブラックパンサー等に在籍し、 ハーレム地区に住む、貧しい、他の黒人の子供たちに朝食を配る活動に、携わっていたことがある。ありがとうございます。